はい、皆さんこんばんは。こんばんはというかおはようございますですね。2018年5月の7日、6時11分です。楽しんでってください。よろしくお願いします。どうもおはようございます。はい、おはよう掃除さん、今日もよろしく。はい、ハピネスワード2、おはよう。ハピネスさんいらっしゃい、楽しんでってね。はい、カレーありがとう、マイキーさん。よろしくお願いします。どうも。みんなおはよう。はい、おはよう、ワドツー。いや、よっさんの映画結局気になって、何が何だか分かんなかったな。何だったんだろう。気になるな。人生ベストワンの映画何だったんだろう。柴犬ももさんいらっしゃい。みんな楽しんでってね。まあ、ディスったり持ち上げたりなんかよく分かんなかったな。どういうことだったんだろう。「弾丸塾」ね、みんながねリツイートしたり拡散してくれたおかげでね、あれすごい好評ですよ。参加40名以上が決まってますね。ありがとね。もうね締め切り間近なんで、弾丸塾多分もうそろそろ締め切りになるんで、エントリーする方は早めにねお願いします。誰か出てほしい人いたら早めにエントリーするように促してください。よろしくです。はい、オーロラのしずくさんありがとう。アイテムおはよう。はい、ミカちゃんおはよう。アイテムありがとね。おはよう。よろしく。雨今日マジで雨か、やだね。今日からもうみんな働き始めるんだろうな、多分な。雨か、大変だね。あ、そうだったんだ、残念だったね。そっかそっか、結構体調崩した方もいっぱいいたみたいよ今回。東日本大雨になるんだ。昨日ね東京も雨降ってたけどね。でも雨は嫌だって誰が考えたんだろう。これ雨ね昔から別に嫌いじゃないんだよね。
いちごジャム飲む。いちごジャムを飲む。すげえな。デブになるよ。飲み物じゃないよ、いちごジャムは。やめた方がいいよ、絶対。生姜を、生姜湯はわかる。喉にいいし。ただね、いちごジャムは絶対体に悪い気がする。何その民間療法。生姜はね、絶対ね、いいからね、体に。ムーミンママが牛乳にいちごジャム溶かした飲み物を作ってた。へえ。いちごジャムを生姜湯に入れて飲む。ゆずジャムとか。へえ。それが喉にいいんだ。でもまあ美味しそうだよな。まあ甘いジュースみたいな感じになるんだろうな。飲んでみようかな今度。お湯で溶くんだ、生姜と。のんちゃん、俺が風邪ひいた時、のんちゃん生姜と何で作ってくれたかな。なんか美味しいの作ってくれてたよ。すげえ美味しかった。普通は生姜湯だけじゃ飲めないんだ。まあまあ美味しくないよね。いちごジャムと牛乳と氷でスムージーみたいにして飲むの、あったかい方がいいんじゃないの。へえ。
バラがなかなか治らないな。おはよう、ともちさん、パフェありがとう。おはよう。今日もよろしくね。
はいはい、おはよう、おかえり。解放、お疲れ。おにぎりとマカロニサラダと、お前、太るもんばっかり食ってんじゃねえか、お前。両方とも炭水化物だっつうの。本当に。痩せる気ねえな。マカロニサラダと、おにぎりって。デブ活かよ。はよ。いや、そんな生活してたら体壊すぞ、お前。ちゃんと食って運動をメインにしろよ、運動。そんなの体に悪いに決まってんじゃん。ちゃんと食べないと。女の人ってなんでこうやって間違ったダイエットするんだろうな。スルメと青汁？ダメだよ、そんなの。なんか、食べることをコントロールしようとするんだよな、みんな。運動量を増やせばいいのに。体壊すぞ、本当に。ダメだよ。水泳ね、頑張ってるみたいね。それはいいことだ。まあ、でもいいペースで落ちてるよな。6キロ痩せたってことはだいぶ頑張ってるよ。6キロなかなか落とすの大変だからさ、わかるよ。シャンメグ、おはよう。おはよう。今日もよろしくね。シャンメグもなんだかんだもう長くなってきたんじゃないの、和道歴は。結構見てくれてるよね。ねえ、結構長いよね。挨拶は必ずしてくれるもんね。
昨日のほか枠の試合、和藤さん出るのかな？俺出ないよ。あれでしょ？マッハ祭りでしょ？出ない出ない。こんな試合前に立て続けて、こんな1ヶ月のペースで出たら体壊れちゃうよ。出ない出ない。1ヶ月に1回のペースで試合やるのはプロでもやらないよ。おはよう、ロビー。おはよう。なんか映像おかしいな。なんだこれ。ん？特におかしいところないけど、設定がおかしいのかな。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ロビー花火ありがとう。ゴールデンウィーク終わり？夏休み終わった？夏休みじゃないか。頑張って、いってらっしゃい。この枠一発目の花火ありがとうございます。ありがとう。今から仕事だ。通勤のお供になりますか。寺うん、ありがとう。いってらっしゃい。いい男見れてよかったね。髪を一回捨て頃の前に染め直そう。黒くなってきた。プリンになってきた。なんか首痛いな。ちょっと喋っててビキビキする。寝違えたかな。マッサージ行きたいな。あー痛いな。なんだろう、マッサージはね、俺が一番好きなのは太鼓式ってやつなんだけど、もうマッサージプラス
ストレッチみたいなやつでこうやってやらされるので、ここの間あるでしょ、ここにこうやっておばさんが手組んで、こうやって後ろでさらに手組んで、うーんうーん、バキ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 みたいな本当にプロレス技みたいな、1回かけられてバキ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 みたいな、すごいよ。もう本当に通うと体が軽くなる。痛いっつうかびっくりするよね。あばらの調子も最悪、まだ痛い、以前頭痛とか首回りはね、これね運動不足なんだよ。あばらやってからトレーニングまた休んでるから、そろそろ再開してもいいかなとは思ってるけど、これはね運動不足で血流が悪いんだよね。シャドーボクシング始めたらもう次の日からなくなる。あいって、動くと痛いね。あっ、痛い。こんな状態だから動けない、わかる、痛い、お、愛子様いらっしゃい、おはよう、おはよう、ちょっとこっち側が痛いね、あ、わかった、胸筋だ、右の胸筋締めると痛い、そう、あ、痛い、あ、せっかく治りかけたのに悪化した今の。これ、ね、ドレさんが言ってるの多分違うんだよな。序軟骨とかなんとか言われてるけど、ここなんだよ、痛えな、やっぱ。パンチのブローのここが痛いから、序軟骨ってこの辺なのよ。やっぱ言ってると思うんだよな。あ、痛い。ここだな、やっぱ。パンチもろ受けたところ、ここが痛い。ヒゲ伸びるの早いな、これ。もう伸びてきたね。愛子さんね、なんかちびまる子ちゃんみたいな髪型になってて、ショートカット似合ってたよ愛子ちゃん。お、エルミいらっしゃい。そうだね、無理すんなっつうか、まああのちょっと負傷はしてるかな。でウィービングができないとダメだから、ちょっとリハビリ兼ねてゆっくり動かないとね。でももう試合まで近いから、いてて、ロムってたっていうか、あの俺配信やるときはあの画面見てるから、サブ画面で。パンチ打つのは問題ないね。あのね、かがむと痛いの、腹筋入れると。いやもう間に合わないもん、レントゲン取ったところが対処しようがないの。パンチは痛くない、ジャブは特に。このね、この動き、いててて、これ、あー痛い。で、この鏡、こっち側にかがむのが痛い。胸筋使うのが痛いんだな。フックも問題なく打てるんだけど、特定の動きだけ痛いね。こっち側にかがめない。ああ、これ参ったなー、マジで。あ、ここだ。分かってきた。最悪、いやもうスタイル変更は無理。オーソドックス勉強してないから。そうだね、俺ら配信者はね、体張ってなんぼだもんね。でも俺愛子さんが再2ブロックにした時に体張ったなと思ってすごい感動したよ。女の人で2ブロックなんか見たことないもん。治る2ヶ月ギリギリ間に合うか間に合わないかだけど、練習ができないっていうのが結構あれだね。もう走るしかないね。
それからもう細かく動くか、これくらいだったらいいけど、ここまでかがむとビキっていうね、だから足腰はねステップワークだね、もうウィービング使わないで、女の人は坊主にする必要なんかないよ、女性だもん、お坊さんじゃないんだから、あんなバリカン入れただけでも俺生まれて初めて見たよ、女性であそこまで体張ってんの、よくやったよ、配信者だよね、っていうか本人じゃなくない？偽物じゃねえか。え、違うの？偽物じゃないのこれ。本物？今配信中じゃん。え？え？アカウント一緒か？あれ？配信しながら俺のコメント打ってんの？何やってんの？配信しながらコメント打ってんの？え？これ本物のアカウント？え、どういうこと？配信しながら俺の放送を見てんの？どういうこと？自分の放送を集中しなさいよ。何やってんのよ。しかもなんか飯食ってるし。自分のリスナーさんちょっと集中しなさいよ。何やってんの？かわいそうじゃん、リスナーさんが。あ、携帯2つ持って配信やってんだ。そういうことか。うん、もうリスワンいいよ俺は、うん、ありがとう、もう撮らないって決めたからもうずっと撮ってない、あ、そっか、今日メンズデーか、いいのいいの、こんなもうくだらないよ、リスナーさん振り回すのやだもん、10ヶ月連続撮ってたんだけどね、ふわっち来てからずっと撮ってたんだけどもうやめるって言ってさ、でも久々に愛子さんに会えて嬉しかったな、この前少しだけど一緒に飲めて元気そうでよかった、まあまあそうそうそう、普通にやって撮れるのがかっこいいんだよ、で俺の場合無理しないと24時間回さないと撮れない配信者だから、次の日に影響出ちゃうからさ、ありがとうね愛子さん、腹筋20回でお前痩せるわけねえだろうがよ、腹筋20回で痩せるわけねえだろう、もう自分の体型見ろよ、腹筋20回じゃ足りねえよ解放、もっとやんないと、この体型でよく腹筋できたなお前、ほう、あのね有酸素運動の方がいいよ、はいはい、またね愛子ちゃん、有酸素運動の方がいいよ、そうだな、膝が壊れてるから、まあ、プールが一番いいんだけど、うん、あ、いいよいいよ、気にしないで気にしないで、うん、いや体型もう爆笑だよね本当に、そう解放が、あれ愛子さん参加するの結局、そういえばあの締め切り間近だよ、弾丸塾、愛子さん参加表明した？もう明日締め切りだよ確か、あの弾丸塾出るって言ってなかったっけ、出ないの、そういえばもう参加してたっけ、今確認しよう、愛子さん弾丸塾出るって言ってなかった、やめたのかな、ちょっと待って今確認するよ、弾丸塾、あ、やり方教える今じゃあ、ちょっと見てて、弾丸塾の参加の表明の仕方はこんな感じ、ちょっと待ってね愛子さん、とりあえずフォロー OK、こういう感じ、弾丸塾参加表明ってこうやって書くの、
で、これをこのツイッターがあるのね、弾丸塾の一番トップに貼られてる、ある北郷さん弾丸塾のチャンネル、これあるじゃん、これの固定化されたツイートがあるんだけど、これをリツイートするときに、コメント引用リツイート、コメントを追加っていうので、弾丸塾表明って書いたら参加。わかった？愛子さん、リツイート、この一番上のツイッターをリツイートするときにコメントをつけるのね。で、弾丸塾表明ってここに書いてあるから、弾丸塾参加表明って、これを書くの。弾丸塾参加表明って書くと。そしたらエントリー。うん。OK、愛子さん。伝わった？結構ね、40人ぐらい集まってきてすごいよ。参加者。参加者上から読み上げようか。うん。参加今決まってるのは、踊る便所太郎、小島グランプリ、エイメン、アグリーン、卵味噌、アチョカルベイビー、海宝、荒野、ひどんな、野田ゾーリ、アキラッパー、三倍目ヒカル、バンナム、野良猫、柏木、ネルさん、ホナちゃん、キヨスク、ジルジル、ワン太郎、愛よりお金さん、モンちゃん、ナオトミーさん、ハニー、大木さん、ココア様、トミーコーさん、ゆるふわ入りたかったんさん、カニビョウさん、しげしさん、金閣寺さん、ピンクさん、ドリームチケットさん、アイアムマンさん、インターネットなんとか撲滅委員会さん、スコティッシュフィールド王子さん、神立さん、トムソーヤ池上、渡辺様、ヘナチョコ、サダだね、サダ、マーさん、40人ぐらい、うん、やっといた方がいいと思うよ、締め切りもう間近だから、うん、金閣寺も出るって、もうすぐやんなよ、今パッとリツイートするときコメントに弾丸塾参加表明って、うん、あのエントリー締め切っちゃうよもうすぐ。ライバルが増えた、解放。はいはい、またね。風船ありがとう、アイテムありがとう。あと参加表明してないの誰だ？知り合いで誰かいたっけな。誰かいた？出るって言って出ない人誰がいいんだろう。あ、サメ島さんだ。サメ島さん出んのかな結局。トイレ行ってくる。アイテムありがとう。おはよう、みんな。アイテムありがとうね。おはよう。ハートありがとう、ゆうさん。おはよう。うん。そう、いや、水の音が大好きなんだよね。シャカトペコは。アイテムありがとう。おはよう。かわいいよ、シャカトペコは。八作誠二さん、ワドツ、おはよう。
はい、ポポさんいらっしゃい。楽しんでいってください。来てくれてありがとう。なんか俺の放送を見ながら放送してたみたいで、あいこさん。うん、ああそうだったんだ。うん、文鳥はね足が一番多いんですよ。そうなんだよね。だからカゴの中で飼うしかねないんだよね。しっかりね。俺も一匹あのナユタっていう子、来たばかりの子を潰しちゃったんだよね。一緒に寝てたっていうよりもカゴから飛び出しちゃったんだよね、ひなの時に。ひなから飼うとね、そう、飛ぶタイミングで最初飛ばないと思ってた、カゴすり抜けて飛んでいっちゃうんだよ。小さいし大変よ。最初の1ヶ月だよね。あともうね 25g ぐらいしかないから体重が。アイテムありがとう。そう、大人でも 25g、 ひなだと多分 20g ぐらいだと思うね。アイテムありがとう。おはよう、みんなおはよう。いや知ってる知ってる、ナミさん。だから俺もサブアカとか思って、え偽物でしょって、愛子さん配信やってんじゃんってさ、はとか言われてそう、いや愛子さんだって配信してんじゃんって言ったら、いや配信しながら和道の配信見てるっつってさ、マジかとか思って、そうそうリスナー多いんだからかわいそうじゃんって言ったんだけど、うん、結構コメント書いてくれてさ、面白いよね愛子さんね。ふわっちの吉高由里子だからね、うん、おはよう好きおはよう、うん、アイテムありがとう、チャンメガありがとう、うん、愛子さん配信終わっちゃったね。弾丸塾ね、あと締め切り2日間なので、エントリーまだの方はぜひよろしくお願いします。ゆきさんありがとう。リスナーほったらかして本当自由だよね。わかるわかる、本当にあの人自由なんだよ。まあまあ配信向いてるんでしょ、うん、みんなよろしくね。あと僕のね一番弟子の解放がね、弾丸塾頑張りますんで、皆さんリツイートして、この画像、俺の放送にこの画像あるから、みんなリツイートして、弾丸塾の解放、俺のツイッターの上の方にあると思うから、みんな解放のこと応援してあげて。花火ありがとう。仕事の準備でラジオ了解。今日も一日よろしくお願いします。花火ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。もしよかったらみんな解放リツイート協力お願いします。みんなで解放が受かるように祈ってて、俺が出れない分解放が頑張ってくれるから。笑うでしょこの画像。解放太ったんだよね今ダイエット頑張ってる。ツイッターにこの画像あるんでリツイートよろしくお願いします。なかなかね、こう実ってきたよね、解放が、うん、アイテムありがとう。おはよう。みんな無料アイテム配られてるんで、もしよかったらください。
よろしくお願いします。なんかあれでしょ、海軍カレーっていうのはずっと見てると配られるんでしょ。10分に1個。メンヘラはね、太りやすいのよ。俺もそうなんだけど、太ったり痩せたりとか激しいの。あ、薬の副作用なんだよね。味覚が狂ってね、食べ過ぎちゃう。リナさん、アイテムありがとね。匿名さんもありがとう。うん、ユさんありがとう。みんなありがとう、応援してくれて。フォローもよろしくね。ありがとう。ボリチェルいらっしゃい。配信1周年のバガーありがとう、解放アイテムありがとう。黒猫サブさんいらっしゃい、アイテムありがとう。ハートもくれるの、ありがとう。キャビットさんいらっしゃい。おはよう。納豆キムチさんおはよう。おはよう。アイテムありがとう。海軍カレーありがとう。アイテムありがとう。すごいね。アイワドツおはよう。みんなおはよう。表明できた？あ、確認するよ。うん、ありがとうありがとう。はいこちゃんありがとうね。どれ見てみようかな。女性陣もね結構参加してるから面白くなるんじゃないかな。え？本当にツイートしてる？え？はい。え？どこだ？あ、愛子さん、非公開だと公式が確認できない。愛子さん、ツイッター非公開じゃん。非公開だと運営さんが見れない。エゴサーチできないから。愛子さん配信者なんだから、あなたさ多分非公開でしょ。ツイッターこれ審査落ちるよ。参加表明になってない。非公開やめなさいよ。あなた配信者なんだから、これエゴサーチ引っかかんないんだよ。いや、リツイートしたとしても、非公開だと確認できないの、運営さんが。うん、おはようよいこさん。だから俺も見れないもん。
鍵外さないとやり取りができないから周りの人誰も分かんないよ。だから運営さんも確認しようがない。これだとリツイートされたことも知られてない。配信者で鍵垢はダメでしょ。リスナーだったら分かるけど、うん、鍵外しな。あの運営さんがね連絡取れないよこれ。天然だな、天然だわ。うん、鍵外したら教えてね。また確認するよ俺。でも結構鍵つけてなんか参加表明してる人多そうだな。俺も気づかなかったわ。タイムラインエゴサーチに引っかかってないもんね。これは運営さんも盲点だよな。弾丸塾について、解説の枠やろうかな。一旦多分ねこれね枠開いて最後あのちょっと説明枠やるわ。一回枠閉じますね。ちょっと次枠開き直します。お疲れ様です。